チャンチャチャン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 、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア DJ、ハッピーバースデートゥーユー。あれあれ、誕生日おめでとう。こちらです。はい、あ、なるほど。今日は吉田さん、お疲れ様でした。お疲れ様でこれって見えないですか、カメラさん。ないです。オッケーオッケー。ほいほい。で、ちょっともう間違いなく川野くんはそこに座らせないと。で、川野くんちょっと一番ね。で、こうやって。そうですね。で、お次を。ちょっと見たことそう。で、これで。で、話して、うん、僕が怒られ始めて、よく反応します、ね。うん、ちょっと社長入れましょう。もう話がまとまらないみたいなので。さあ、皆さん、静かに。今日は何の日でしょうか。川野くんの誕生日。ちょっとケーキということで、まあ、普通に渡してもですね、面白くないんで、今、あの別カメラの方でですね、ちょっとお届けしてるかと思いますので、私どももう最終の締め係ということで、今待機しております。現場はあっちですね。ちょっと待ちましょう。はい。はい。これじゃん。パス3分ぐらい。これはインカムで入るんですか。ちょっと前さ、エアコン修理の人って、ね、ああ、で、ちょっとお客さんから、ちょっと今から電話があって、ちょっとやっぱ川野くんのちょっと対応が悪いっていうところを、なんか未だにちょっと目にも通るというか、まあ、ね、吉田くんと2人で対応した時で、こう、ね、こう何回かやっとって、もう終わったなと思って。連絡あって、で、進行会に直して、そうそう、進行会に直して、で、エアコン修理が、もう結局17万ぐらいかかったみたいな、連載さんに持ってて、で、もうちょっと払えと10万円もって形になって、まあちょっとね、会社としてはそんな払えないっていうところになっとって、ね、まあ、まあそのね、吉田君のね、はい、対応が悪かったわけだ、はい、うん、だけどまあ僕的にはもうね、吉田君が払うべきお金だというところ、はい、どうかな、正直でね、まあね、まあ、韓国もそうだったし、まあ、正直言ってね、まあ、吉田君も悪かったし、対応ね、吉田君のこう言い方もちょっと威圧感があって、お客さんっていう話だったんで、まあ、ここはね、まあ、
俺的にはないかなと思うし、ねまあね、できる限りのことやったけども、そういう形で、ね、お客さんを取ってるんで、ちょっと吉田君と川野君で、まあ、セーファーするなり、払ってもらおうかなと思って。どんなやつ？まあ、その、そうですね。まあ、判断ミスの部分、まあまあ、状況的にこう難しい、まあ、確かにこうですね、こう普通じゃあれを一発で見抜けるかって言われると、まあ、結構難しいのかなと思いますし、まあ、僕が、まあ、最初にこう取り掛かったからといって、まあ、同じ判断だったのかなっていう気もするんで、まあ、その払う払わないっていうところでいくと、まあ、そこはこううちがこうどうこうするっていうものじゃないのかなとは思うんですけど、ね、なるほど。まあねちょっとこれ的にはもうちょっとねもう払ってもらって終わればいいかなと思うし、ね、そういう感じではそこはちょっと、うん、まあそのなんていうんですかね、まあ、お客様は納得するかもしれないですけど、うん、でもやっぱこう私たちの仕事の立ち位置と、なんていうんですかね、こう、まあ、いくら説明が不足していたとはいっても、当然、こう、作業に対しては工事もかかるわけですし、うん、まあ、その、まあ、原因がきちんとした、こう、追及ができてなかったのが事実だったとしても、じゃあ、それをこう他のところに行かれて、じゃあ、請求、もううちが払うっていうのが、じゃあまた同じことになったときに、じゃあうちが払うんじゃない、鈴木博士が払うんじゃないかっていう考えになるような気がするので、あまりこう歓迎できないというか、うん、まあ、そのお金を払って解決する問題でもないかなと思います。あ、でももうどうしようもないよね、正直。お客さんを取って、ねね、じゃあお客さん普通におるときに怒鳴られて来て、ね、他のお客さんがいるなのでじゃあ払えたみたいな話が言われてもしゃあない、うん、そうですね、まあその、うん、まあ、収まってもらうためにはそれが早いのかもしれないですけど、いやでも吉田君も払えばいいよ、うん、まあそうですね、その、まあ、私はこう払うっていうのがその会社の判断として正しいのかどうかっていうのが、でその、まあ、払える払えない以前にですね、まあ、そのお客様を、まあ、それでですねこう本当の解決になったのかなっていうところになると思いますし、どうしても社長言ってからね、いやまあその、まあ、長野店長の見解として私が払うべきとおっしゃれるのであれば、もう僕はその、まあ、社長の見解というか、もう社長、まあ、最終的に社長がそういうふうに判断されるのであれば、まあ、もうそれは払わざるを得ないと思いますけど、まあ、僕はちょっと社長の見解って確認します。ちょっと社長、ね、よく言うの社長、パスショットでいいですか？修理代が20万超えるって話で、うん、もうあのお金を払えと、うん、いうことをやれてるんで、うん、まあ、もうでき僕的には、ね、吉田君の指導不足だったり、ね、その態度が悪かったんで、はい、吉田君があればっていう話で、どうしてそんなのもう、あ、そうおかしいだろ、そう、まあ、まあ、そのお客様がまあ払えっていう話の中で、うん、そのまあ払うことは簡単だと思うんですけど、
払ってしまうと多分お客様も、まあ、このお店に出せばまたこう良くしてくれるみたいになると思うんで、僕はその払ううちが持つ、誰が持つとかじゃなくて、うちが持つっていうこと自体がおかしいんじゃないかなと思うんですよ、うん、まあ、根本的に、うん、まあ、元々のそのいろんなこう流れのこう、はいはい、見落としっていうのは当然あったと思うんです、うん、まあ、私としてはもうやれることはやりましたんで、うん、っていう形で、うん、まあ、お一人いただいたっていう中で、うん、なんでまあその他で、うん、無事じゃないところでじゃあその残りの作業をして、うん、でもその結果は何十万ぐらいかかったんですよね、うん、まあ、うん、なんでそれをうちが持つべきじゃないかみたいなことが連絡としてっていうことで、うんうんうん、でどうするわけ。いやもう結局ね、吉田君は悪いでしょ、結果的に、うん、まあ、最終的には確かその、はい、確認は僕自体が、まあ、その先輩としてもできてなかったことっていうのはあるので、だからもう僕はね、吉田君払えばもう終わるわけなんで、うん、会社にね、そんなね、そういうの負担をかける必要もないわけ、うん、そりゃ会社にそういう負担をね生じされても、会社は困るな。うん。で、まあね、僕は限界としてはそれなんで、ただ一応ね、会社と、まあ、僕もね、店員なんで、うん、ちょっと社長に話を通して、うん、まあ、後ろから払えばいいじゃんって。うん、ダメ、まあ、それはもう先輩だから、当然だ。川の先輩だから。カム君の中で、そのお客さんとはどういう。そのまあ、お金、まあ、今後のお金のとか、まあ、結局、あの時も一回返すっていうことになったからね、あの時からそういう空気は、そのうちが全部持つように、まあ、全部というか、まあ、そのミスしたことに対して、じゃあ、何かあった場合にっていう。っていう感じでは最初はなかったな、なかったです。で、そのまず受け売りの段階で結構あの年代の車って、まあ、そのエアコンのトラブルが多いとか調べた、ネットとか調べた、結構ね出てくるんや。私も川野君ね、ちょっと見せておきたいことがあるのが、はい、いいか。そんなことあります？そんなことあります？イエーイ、お願いします。成功、お願いします。やられた。こちらの方にハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ありがとうございます。ハッピーバースデートゥーユー。ありがとうございます。なんで俺誕生日なのにこんなみんな笑いつけてねえんだよって思わなかった？いや、全く思わなかったです。甘いよ、甘いのか。架空の話が長い。あ、長かったの。長い、長い。いや、全然これ実は打ち合わせしてないんです。はい、いや、たった今ダウンロードして、たった今持ってきたよ。はい、カノ君も多分今話しててあれ、お客様そんなことをおっしゃってたかなとか多分いろいろ考えたと思うんですけど、ちょっと流れを完全に整理してましたね。あれ、どこでそんなことになったみたいな、いつクレームになったみたいな。いや、ほんと、はい、進行会から電話あったみたいな。そうそう、はい、そんな電話もクレームも一切ございません。カノ君には先日ね、対応していただいた普通の何事もない、お客様の案件でですね、まあ、ちょっとこう、まあ、修理にかなり悩んだ車でございましたけれども、まあ、修理に悩んで、まあ、無事にそのまま終わっただけであってですね、決してその後クレームには一切なっておりませんので、はい、ご安心ください。いや、もう、はい、今すごい安心してます、はい、なんかすごい、なんかマツコちゃん、彼女のマツコちゃん、ちょっと今慰めてあげる。おっさんやけど大丈夫です。
なりきれないけど、めちゃめちゃ川野くんが話合わせに来てたのがもうちょっと途中で、川野くんも全然ありもしないことをですね合わせて話してきてました。いやいや、そんな感じじゃないです。いや、ある中での記憶をそのまま言ってたんで、ね、そんな感じだったんで、まあ無事にドッキリ大成功ということで、今日は10月3日でございますが、川野くん誕生日ということでおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。何歳になりましたか？23。マスクちょっとせっかくなんで、はい、23です、ね、23ということでですね、はい、じゃあ意気込みを意気込み意気込みこんな状況で、こんな状況で、はい、じゃあちょっともう通過面も、はい、ちゃんとこうドッキリに引っかからないようにですね、もうしっかりとした対応をですねお客様にしていきたいと思いますので、全く気づかなかったですか？全く気づかなかった。結構いろんな適当な話と嘘を並べてたんですけれども、はい、この、はい、一番上の2人が出てきたらですね、はい、まあ、それはもう信じますよ、ね。いやー、もう途中ですね、長野店長のですね、笑いをこらえてるのが必死なのがすごい。いやいやいや、結構伝わってた。いやいやいや、もうだっていつもの話じゃなかったですもんね。確かに。店長グイグイ行くなって社長にやったらグイグイ行くなって、そんな言うみたいな。あ、なるほど、うん、この様子は社員の皆さんもですね、動画で確認していただきたいと思いますけれども、はい、はい、そんなこんなでですね、いい23歳これから1年をですね、過ごしていただきたいと思いますので、今日は長野店長の方からケーキを準備していただいて、はいはい、今川野くんの分しか置いてませんけど、社員分いただいておりまして、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日はですね、ありがとうございます。じゃあ次、次の企画の時は川野くんがじゃあドッキリ仕掛け役ということで、そうですね、仕掛ける側の方頑張っていきましょう。はい、じゃあ良き1年にしてください。ありがとうございます。ということで今日はこの辺でお別れです。さよなら。